8月25日、木曜日昼5時59分から BS1212 にて放送される、千葉ロッテマリーンズ VS、埼玉西武ライオンズ、千の副音声ゲストに、熱烈なライオンズファンとして知られる新川優愛が出演することが分かった。新川は、5月に行われたイベント、ライオンズ獅子女は、ライオンズを応援する女性ファンの愛称、のメインアンバサダーを務めるほど、大のライオンズファン。イベント限定ユニフォームをプロデュースするなど、イベントを盛り上げた。そんな新川の、獅子愛、溢れるコメントが到着。ある、新川優愛コメント。今シーズンの埼玉西武ライオンズの見どころ、注目の選手は、チームとしては苦しい時期もありましたが、やはり夏から調子が上がるライオンズ。若手の選手は、昨年よりもヒットはもちろん、四球を選べる、ファウルで粘れる選手が増えている印象です。森友哉選手の DH 起用は、前からずっとそれで見てみたいと思っていたので、かなり嬉しいです。もちろんキャッチャーとしても、リードの変化、盗塁阻止のセカンドベースへのボールも低く速くなっているのも魅力です。ある、そして、今年も夏からぐっと調子が上がり、先日はサヨナラホームラン、その後すぐに通算450本塁打と通算1000得点を記録した中村剛也選手。あとは、D、エンス投手、B、オグレディ選手、シャンセンウィティ選手、ウォー高橋投手。今年の助っ人の皆さんは、ミスがあっても集中を切らさず自ら取り返して、救ってくれる方ばかりです。ライオンズ応援放送で共演の西武 OB、高木大成さんに聞いてみたいことは、ベンチやコーチからのサインは、どういったものが出ているのか聞いてみたいです。ライオンズのことだけですと、ネタバレになると困るので、球界全体のざっくりとした意味として知りたいです。出演に向けての意気込み、まだまだ浅い知識ですが、放送をご覧になる皆さんに楽しんでいただけるように頑張ります。よろしくお願いいたします。